第71期選手養成訓練修了式を明日に控えた9月23日、元栖研修所に関係者が集い、前夜祭が盛大に行われました。修了生への諸君、卒業おめでとう。恩師の先生方、ご家族の皆さん、おめでとうございます。さて、修了生諸君、諸君たちは1000名を超える応募者の中から選ばれて、この元栖研究所に入所し、1年間の厳しい訓練に耐え、今日の日を迎えたのである。明治の修了式に先立ち、今夜は恩師の先生方、ご家族と共に水入らずで、大いに楽しく過ごしていただきたい。ここに33名の71期生が育っていくわけですが、ちょうど1年前この元栖には入りました。やっと1年かかってこのプロのレベルまで達したと私たちは今考えております。いろいろと小言ばかり言ってきましたけど、諸君おめでとう。それではこれからのご健闘を祈って、ご父兄とあるいは先生方とともに乾杯をいたしたいと思います。ご唱和をお願いいたします。乾杯。翌9月24日、1年間の成果を発表する修了記念競争が開催されました。早朝からこの元栖湖にご来賓の皆様方、報道関係並びに数多くのご父兄の皆さん方、お出かけいただきまして本当にありがとうございます。この後修了生諸君の素晴らしい、競争の方をごゆっくりとご観戦いただきたいと思います。レース開始。知識と技能を十分に活用し、またこれからの精進を忘れることなく、お客様の信頼に応える立派な選手になられるよう記念して本日とする。1年間の厳しい研修を終えた女子4人を含む33人の修了生は、それぞれの地元で11月にデビュー戦を迎える予定です。